はい、どうぞ、こんにちは、いずこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイボーナス運用を1年半使った結果を大公開ということで、今回は PayPay ペイペイボーナス運用と PayPay ペイペイ証券についてですね、この動画では PayPay ペイペイボーナス運用を1年半使った現状をお伝えします。すでにですね、始められてる方はもちろん始めてみようかなって検討されてる方はぜひね、参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ま、念のためですね、この PayPay ボーナス運用って何ぞやって思う方いらっしゃると思うんですけども、簡単に言うと PayPay のアプリ内で疑似投資体験ができるものとなっております。で、以前ね、アップしたこちらの動画覚えてますかね ?PayPay ボーナス運用を1年間使った結果をアップしまして、 そこからですね、約半年経った今現在どうなってるのかっていうのが今回のお題でございます。でですね、以前お伝えした結果なんですけども、こちら覚えてますかね ?5 月の15日時点なんですけども、結果から言うと39,827円までペイペイボーナスが増えましたよということで、まあ、実際にですね、僕のペイペイボーナスを追加した残高総額ということで、29,291円分のペイペイボーナスをこのペイペイボーナス運用として、まあ、いわゆるちょっとした投資をしましたよと。で、そこから実際に増えたのがプラス1 1> 1万円分分プラス分ねなんと増えまましたよっていうのが以前まで、の結果ででございましたでそこからですね、この動画を撮影しているのが2021年10月16日時点なんですけども、早速ですね、結果からお伝えしたいと思うんですけども、じゃんということで、なんと、10万と7 0 0円分まで増えることができました。まあ実際にこれまでのグラフなんですけども、こんな感じとなっております。まあちょっとここら辺ね、怪しい動きをちょっとしてるんですけども、でですね、 実際にこの10月16日時点までの間に追加したまあ残高総額ということで81,868円分追加してそこから実際に増えた額として25,141円分が増えてるとプラス30.71%分ね増えてるということでございますいやこれ正直ね僕自身もここまで増えると思ってなかったので個人的に正直びっくりしてますこの10万円分まで行った時はかなりテンションが上がりましたね、まあ、正直なところね僕投資とかは本当に全然わけわかんないんですけどもこれまでの、ね 流れをですすねちょっととだけお伝えするとこの8月の3日時点では5万775円分まで増えてたんですよね。で、そこから一気にぐんと上がってると思うんですけども、9万2048円分この8月の10日の時に増えてるんですけども、これはですね、僕のビザラインペイクレジットカードとか、何かしらのキャンペーンとかで貯めたラインポイント、4万2000ポイントを PayPay ペペボーナスに交換して、そこから PayPay ペペボーナス運用に流したということでございます。まあ、こののペペボーナス運用の設定のところ 付与された PayPay ボーナスを自動的にこの PayPay ボーナス運用に流しますかっていう設定があるのでそれをオンにしてるのでもう自動的にね PayPay ボーナス運用に入っちゃうんですよねもちろんオフにはできるんですけども僕は特にね今のところ急いで使う理由はないのでとりあえずこの設定のまんまにしてますなのでこの時にぐんとね残高が増えてると で、増えたのはいいんですけども、そこからですね、ガクンとね、ほんとここ最近の話なんですけども、めちゃくちゃ相場的に下がってたんですよね。10月の1日時点で、一時期10万ちょっとまでいってたんですけども、9万1614円分のペーペーボーナスになってて、まあ、なかなかね、ちょっとここ最近本当に相場的に、厳しい状況が続いてたなっていう感じでございました。で、そこからやっ とこの動画を撮影している10月の16日時点でででは10万千円まま増えたとといいいうことでございますいや、まさかね、ここまで戻ってくると思ってなかったので、個人的にはめちゃくちゃテンションが上がってるんですけども、正直なところほっとしてる自分がいます。おそらくね、ペーペーボーナス運用されてる方は同じ気持ちと僕は勝手に思いたいです。 共感していただける方はグッドボタンお願いします。でですね、これ以前の動画でお伝えしたかなというふうに思ってるんですけども、PayPay ボーナス運用で、これまでに僕自身が行ったことをお伝えします。 まもしね、今後される方とか参考にしてくれればと思うんですけども、とりあえずまずは、やっぱりこれですよね。PayPay ペペやヤフーショッピングで付与された PayPay ペイペイボーナスをすべて、とりあえずボーナス運用に回すということでございます。まあ、もともと僕は付与されたらすぐにキャンペーンとかで使うとかをやってたんですけども、正直また使っても、ま減る一方なので、まあ、できればそんなに急ぐ予定がなければ、まあ、せっかくこういった PayPay ペペボーナス運用というサービスがあるのであれば、ちょっと活用しようということで始めたんですけども、それがね、いつの間にか約1年半経って、まあ現 現状もずっとキャンンペーンで、付与されたもののととととかずっっ入りっぱなしし状態にしているといいるうこででございますで先ほどもお伝えしたように、ビザラインペイ、クレジットカードとかで貯まった LINE ポイントを貯まったらとりあえず定期的にですね、ボーナス運用にも回しております。確か LINE ポイント25ポイントから PayPay ペペボーナスに交換できたと思うので、もし LINE ポイントの消化とかに困ってるのであれば、PayPay ペペに移動するのはもちろんこういった PayPay ペペボーナス運用に回せば、 まあ、一応投資にはなるので、増えたりとか減ったりするときはあるんですけども、もしなんか使うことがなければ、こういった方法も正直なところありかなと思います。まあ、ビザナイペクレジットカードの2%もね、来年までなので、まあ、できる限りこういった方法も活用しようかなと思ってます。そして3つ目なんですけども、僕はチャレンジコースで引き出さず、もう入れっぱなしの状態でございます。まあ、先ほどもお伝えしたように、僕自身投資とか本当によく分かってないので、こういったのが上手い方は、この時は引き出して、この時はまた入れようみたいな感じのことを結構行っている方もいらっしゃるみたいなんですけども、僕は本当に、 こういったのがよくわかんないんで、とりあえず入れっぱなしです。ちなみにコースなんですけども、スタンダードコースとチャレンジコースということで、僕はこちらもね。チャレンジコースで行ってます。スタンダード、スタンダードコースと比較して変動率が約3倍となります。値動きを楽しみたい方や、短期での運用をお考えの方にお勧めのコースです。ということで正直ね。1年半が正直、短期とは言い難いところではあるんですけども、僕はずっとチャレンジコースのままでございます。で、その内容を踏まえてやっぱりですね。これが正解というのはないので、もしこういったペ a ペ p ボーナス運用を行う際はですね。もう。 でお願いします。とりあえず僕はこの方法でこれまでに至ったということでございますまあけど正直ね10万まで行くとなんかもうちょっとワクワクしてきますよね以前の目標も若干10万のとこでもあったんですけどもまだ特に引き出す予定はないのでとりあえず一旦このままでいきたいと思いますそして今回のお題のもう一つまあ、以前の動画の時にもお伝えしたんですがあのペイペイ証券でどうなったのって思ってる方も中にはいらっしゃると思うんですがまあそのペイペイ証券なんですけども特徴を簡単にお伝えするとソフトバンク系列の子会社が運用 しておりまして、日本株とか米国株には投資ができて、なんと配当金ももらうこともできます。さらに1000円から購入できたりとか、24時間取引が可能であったりします。ですけども、まあ結構投資とかに詳しい方からすれば、まあ、取引の手数料とかはまあ、他社と比べるとやや高めということもあったりするので、まあ、この p a y p 証券はまあ、僕みたいな投資初心者とかが始めるには結構もってこいな証券会社というふうにも結構言われております。ちなみに前回の動画から僕自身はとりあえず口座開設をして、そこから動画にはしてないんですけども。 入金を行って買い付けまで、行っておりますでその結果、今現在の状況なんですけども、これね、PayPay ペペ証券のマイページみたいなものなんですが、この青くなってるところですね、見ていただきたいと思います。せーの、じゃんということで、とりあえず僕ですね、あの、ビザカードのビザってあると思うんですけども、一応キャッシュレスユーザーとして、ビザ結構好きだったので、ビザの株を買ってたんですよね。で、ちょっと下にも出てるんですけども、投資元本1万円で、含み益として424円分ね、プラスになってるということでございます。いや、まさかちょっとね、まあ、ここ最近、米国系の株 ちょっと上がりつつあったのでおそらくそれの関連してるような状況だと思うんですけどもまさか400円分も増えてると思ってなかったですねちなみにこの1万円分購入した後に約半年放置しております本当はね追加で1000円とか買えばよかったんですけどもとりあえず動画のネタとして一旦放置をしておりました いうわけで,す、ね、で、すねちょっとね、細かいところにはなるんですけども、まあ、先ほどもお伝えしたように、投資元本として、まあ、1万円分、ビザの株を買うと。しかもこれ、1株からではなくて、1000円単位で購入ができるのがちょっと面白いんですけども、この保有してるね、株の数なんですけども、1株じゃなくて、0.39936株っていうね、ここがまたちょっと独特なところですよね。で、含み損益として、プラス424円。で、為替の上昇率として、4.63%プラスになってるというね。ですけども、一時期は、結構、 2, とかななっってたた時もあったような気がするので、たたまたまままね今動画をアップしてるここの状況が良かっとといいうことでございますでさらにね、ちょっと細かいところなんですけども、これ以前動画にした時の同じ時期ぐらいなんですが、2021年の5月の27日この時に、まあ、ほぼ講座を開設した時期だったと思うんですけども、まあ、その時に1万円分を、まあ、入金したと。まあ、その時のね、履歴なんですけども、入金した時と、あと送金手数料ということで、まあ、こういった110円かかってると。で、そこから、で、そのまま放置してた でですね、ここに7月28日、7月28日と8月27日に入金800と200ってあると思うんですけども、これ覚えてますかねこちらのキャンペーンですね、以前動画でお伝えした時のこのキャンペーン、なんと、この200円に関したらこの200円もらえ、誰でももらえるように200円もらえてたんですけども、なんと株購入で抽選で5000名様に800円プレゼントのこの800円がなんと当たってたんですよね。ま、おそらくね、まだ PayPay ペイペイ証券自体そんなに長通ってると言われるとちょっとなんとも言えないところではあるので、競争率 的にそんなに低かったんじゃないかなっていう風に思うんですけども、まあ、個人的にねまさかこの合わせて1000円分がね当たってると思ってなかったんでまたプラスアルファでちょっと株を購入してみようかなと思っておりますでさらにちょっと上見てほしいんですけどもなんとね僕この1万円分購入しててずっと放置したんですけども配当金13円がなんて入ってるんですよね正直ね僕配当金とかマジでよくわかってないんですよですけどもまさかね配当金13円が入ってると思ってなかったんで正直めちゃくちゃ嬉しいですまあ、正直なところこの PayPay 証券に関してはほん たまたまっていうところあったと思うんですが、まあ、今回のこの内容を踏まえてですね、ちょっとペ、PayPay ペ証券始めてみようかなっていう方がいらっしゃったら、まあ、タイミング的にもいいタイミングかなと思いまして、また前でですね、PayPay ペペ証券キャンペーンをしております。秋の投資デビュー応援キャンペーンということで、新規講座解説で抽選1000名様に投資資金5000円プレゼントというキャンペーンが開催されております。このキャンペーンですね、10月31日まで開催されておりまして、流れは至ってシンプルなんですけども、PayPay ペペ証券のサイトへアクセス、またはアプリをダウンロードした 後にこのキャンペーンコードの 2109cpn を入力して講座解説をすると。で、入力した後に適用ボタンを押したらですね、講座解説完了後 ID、パスワード、郵送もしくはメールでお届けをされて、その後にステップ4の抽選をお待ちください。ということで、まあ、抽選に参加ができるというような流れでございます。ちなみになんですけども、このよくある質問のところに、いつから取引ができるようになりますかということで、講座受付から解説までに、1週間程度お時間を要しますが、受付状況により、1、3週間ほどかかる場合がございますと、講座解説を お申し込みいただき、審査を終えて口座開設手続きが完了したら、ご登録のメールアドレス宛に通知いたします。ということでございますので、まあもしね。解説される方はこの内容を踏まえた上で解説を行ってください。ちなみに、今回のこのキャンペーン、いいところはとりあえずこの口座開設をするぐらいなんで特にいくらいくら入金してください。とか、そういった条件がないんですよね。とりあえず新規で口座開設をして、その時に解説する時にもうキャンペーンコードの2109 c p n を入力していただくと、そしたら抽選に参加できるみたい。な で、まあ、もしね、興味ある方は、まあ、今回のタイミングで始めてみてもいいかなというふうに思います。一応、PayPay 証券のキャンペーンだけまとめると、期間はすでに始まっておりまして、10月31日まで開催中でございます。キャンペーンコード、この 2109CPN を入力して講座を開設すると、抽選で1000名様に5000円分の投資資金がもらえると。まあ、抽選なのでね、確実じゃないんですけども、当たったらラッキーかなみたいな感じですかね。で、条件としたら、10月の31日までに講座開設を申し込んで、その後に、11月の19日までに講座開設が が完了していることが条件でございます。で、もしキャンペーンが当たった場合なんですけども、11月の下旬に当選された方にメールとかアプリ内で連絡がありますんで、まあ、随時ね、この時この時期ぐらいにま確認をしてみたらいいかなと思います。まあ、先ほどね、僕みたいにまあ、こういった感じでね、もし当たってればこんな風に入金がされてるかもしれないということですので、まあ今回のこのタイミングで始めてみても面白いかなという風に思います。まあそんなこんなで今回は PayPay ボーナス運用そして PayPay 証券をあれから約半年使った結果についてお伝えをしまし。 まあ、ペイペイボーナス費用に関してはたまたまこの相場的にちょうど良かったので今プラスになっている状況をお見せすることができたんですけどもこの動画をアップする数週間前とかはほんとガクって下がってた時期だったのでやっぱりね下がる時はしっかりと下がっております まあ、ですけども、まあ、それはそれでね、ちょっとした、まあ、投資体験ができるようなもんなんで、まあ、僕はね、今後も、この PayPay ボーナス運用は、やっていこうかなと思っております。で、PayPay 証券についてなんですけども、今現在はとりあえず、ビザの株を、まあ、1万円分購入してはいるんですけども、まあ、今回ね、当たった1000円分とか、まあ、ちょこちょこね、また1000円とか2000円分とか購入して、まあ、時期が来ればね、またそれを内容を踏まえて、いつかまた動画にしようかなというふうに思っております。まあ、需要があるかどうかわからないんですけどね。まあ、今回の内容を踏まえてですね、ちょっと PayPay 証券始めてみようかなという方がいらっしゃいましたら、一応こちら登録の リンク概要欄に貼っておきますのと過去動画の方も概要欄に貼っておきますんでその時にもね口座解説についてお伝えをしてるんでぜひね興味ある方はチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました